こっちの方？その声が聞こえたのって。はい、正確に音声が拾えたわけではないんですが、助けを求めているような感じでした。私たちには全然聞こえなかったけど、間違いないんでしょうね。そう言われると。まあ、聞き間違いならそれはそれでいいさ。助けを求めるほど困ってるやつはいなかったってことなんだし。この先は岩場か。奥の方は少し見通しが悪いな。先行してちょいと探ってこようか。あ、だったら私も行く。バディ組んでた方が融通が効くだろうし。偵察のやり方も叩き込まれてるから足手まといにはならないよ、多分。うん、それは心強いな。そうだな。じゃあ頼めるか。もちろん危険がありそうならすぐに引き返すんだ。了解。あいよ。気をつけてね、二人とも。しかし、助けを求めるような声か。実際突然こんなわけのわからない状況に置かれたら、誰だって助けが欲しくなると思うよ。何か僕たちにできることがあればいいんだけど。おお、いいやつなんだな、おめえ。え？ありがとう。でもこんな時だし、助け合うのは当たり前じゃないかな。だとしてもだ、そういうセリフがスッと口から出てくるってのは、普段から当たり前のようにそう考えてるってことだぜ。なかなかできるこっちゃねえよ。クラインには無理そうよね。せいぜい女の人を前にカッコつけるときくらいかしら。わっ、俺は言葉より行動で示すタイプなんだよ。ちゃんとクラインさんにも助けられてますよ。ありがたいです。うんうん、感謝感謝。それにしても、あなたがこの人たちと行動を共にしているというのは少しばかり意外だよ、アドミニストレーター。ここではクイネラと呼んでほしいわね、坊や。あなたでも人助けをしようとか、困っている人に手を貸そうとか考えるのか。なんだかさっきからすごくピリピリしてないですか、ユージオさんとクイネラさん。だよね、知り合いっぽいけど仲は悪いのかな。あら、私の役目はあまねく弱者を愛し支配し救うことなのよ。力を尽くすことに何の不思議もないでしょ。力を尽くす、ね、あなたがアリスにやったことを、そんな言葉で済まそうというのなら、僕は。ちょっと待った、落ち着け二人とも。あのさ、今世界は混沌極まる状況だろ。巻き込まれて困ってる奴も大勢いる。まずは協力して、俺たちはどうするべきか、何かできることはあるかを考えるべきだと思うんだ。因縁に決着をつけるのはそれからでも遅くない。それじゃダメか、ユージオ。クイネラも、ユージオを挑発するようなことを言うのは控えてくれ。俺からのたっての願いだ。頼む。お、偵察の二人が帰ってきたぜ。なあ、お疲れ。どうだった？少し行くとくぼ地になってたぞ。その真ん中に檻があって、檻の中に女の子が捕まってた。一応周囲にモンスターの姿はなかったけど、でも罠っぽい。うん、すっごく罠っぽい。檻の周囲に遮蔽物がないし、迂闊に助けに行くとあっさり囲まれそう。クライン助けた時と同じパターンだね。檻から出してあげようとすると襲われるやつ。え、クライン、あんた捕まってたんだ。別にドジ踏んだとかじゃねえぞ。
卑劣なトラップがだな。てか今は俺のことはいいだろう。その女の子だよ。どんな様子だった？プレイヤーか NPC かは判別できなかった。小さな子だよ。見た目10歳になったかどうかくらい。そりゃ急いで助けてやらないとな。まあところでその人質の子なんだが、なあキーボー。ん、どうした？遠目ではっきり見えなかったし断言はできないんだが、いやごちゃごちゃ言うより直接確認してもらうべきだな。キーボー、今すぐ一緒に来てくれよ。おう。あそこか。確かに檻があるな。姿を隠してはいますが、モンスターの気配もありますね。わざわざ囲まれに行く必要はないな。慎重かつ効率的に動こう。モンスターのグループを背後からカッコ撃破ってところかな。敵の不意をついて仕掛けるわけだね。賛成。その前にだ。キーボー、あの捕まってる子をしっかり見てみなよ。ん？ここからじゃよく悪い。みんな援護を頼む。え、一人で飛び出すの？ちょっとキリト、おいおい、身長と効率はどこ行ったんだよ。で、あの捕まってる女の子、もしかしてユイッペじゃねえか？あ、確かに。そりゃのんきに構えてられないわ。みんなキリトに続け。人暴れするか。よろしくね、キリトさん。キリト、いつも通り頼むわよ。キリト、無茶はやめてよ。ユイッペも俺と同じトラップにかかっちまってたのか。とにかく檻の場所へ向かおう。キイ、今助ける。みんな、ユイちゃんが攻撃されないように守って。連続攻撃だ。
だぞ。
やったな、みんなのおかげだぜ。パパ、ごめんな、駆けつけるのが遅くなって怖かっただろう。いいえ、絶対いつか助けに来てくれると信じてましたから。みんなも悪かったな、いきなり飛び出してしまって。まったくだよ、一人で突っ込んでいった時は何事かと思った。説明するより先に体が動いちゃうの変わらないわよね。でもさ、みんなならちゃんとフォローしてくれるって信用してのことなんだぜ。ま、実際モンスターは殲滅できたけどな。嬉しかったですけど、でも独断専行が過ぎるとまたママに叱られますよ。気をつける。こちらはパパの仲間の皆さんですね。こんにちは、はじめまして、私はユイ、よろしくお願いします。ちなみにパパとは父親という意味ですよ。うん、よろしく。ねえキリト、父親ってことはこの子は君の娘さんなんだよね。ああ、つまり君、ベクタの迷子になる前は結婚してたのか。こちらの風習は詳しく知らないけど、坊や、もう婚姻して子を設けるような年齢だったの？ふーん、すでに添い遂げる相手がいたというわけね。へえ、キリトはご家庭持ちか、見かけによらないな。ま、そういうわけじゃなく。あれ、否定しちゃうの？アスナもユイちゃんも悲しむんじゃないかな。いや、否定はしないし、ユイは間違いなく俺たちの娘なんだけど、どう言えばいいんだろう。このユイさんという方、AI ですね。私と同じく。はい、もともとはソードアートオンラインのメンタルヘルスカウンセリングプログラムでした。そっか、同じ AI だからネージュちゃんに助けを求める声が届いたのかな。とにかくユイと俺との関係は後で説明するよ。絶対だよ。わかった、絶対だ。それよりユイ、お前はどうしてこんなところに。それがよくわからないんです。気づいたら未知の世界で囚われの身となっていました。おまけに権限のほとんどは封じられていて、今の私はプレイヤーの皆さんと変わらない存在になっているようです。そうか、ユイにも原因や経緯が把握できていないのか。これは本当に大事なのかもな。ごめんなさい。ああ、悪い、ユイのせいじゃないさ。無事でいてくれただけで十分だ。大変だったね。いえ、でもこうしてパパや皆さんと合流できましたから。ユイちゃんと言ったわね。
一ついいかしら。あ、はい。あなた、先ほどこの世界のことを未知の世界と呼んだわよね。それは既存の世界が改変あるいは融合されたということではなく、あなたたちも知らない全く別の世界に連れてこられたということでいいの？今の私は根拠を提示できませんが、そう推測するのが妥当かと思われます。このような状態になる直前、システムが切り替わったことだけは感知できました。私たちは ALO と GGO の世界を通ってきたけど、2つの世界がくっついてしまったんじゃないってこと？はい、2つの世界の融合ではなく、 ALO や GGO を構成するオブジェクトと、そこにいたプレイヤーたちが別の新たな VR ワールドに転送されたということです。おそらくは未知のテクノロジーを持つ何者かの意思によって。誰かが意図的にやったってことか。ガラクシアのシステムが異常を起こしたって聞いたけど、そのせいじゃなく？関連はあるかもしれませんが、単なるシステム異常ではこのような現象が引き起こされることはないかと。そうか、なるほどな。要するに話が大きくややこしくなったってことだ。ここがゲームじゃなく外部の世界だとすると、運営は手出しできないし、しかも未知の技術が絡んでるなら修正パッチを当てたって治らないだろうな。つまり解決の目処が立たなくなった？困るなそれ。まあ仲間も増えたことだし、一旦ログハウスに戻ろうか。そこで今後の方針を決めよう。どうした？私、余計なことを言ってしまったんでしょうか。皆さんの表情が沈んでいます。ユイは悪くないさ。重要な情報だったし、ユイの言う通りなら遅かれ早かれ直面することになってた事実だ。今後どうするかは相談の結果次第だけど、フーカとネージをテストルームに送り届けるって依頼はまだ生きてるから、そこで何か手がかりになるような話が聞けるかもな。何、俺たちなら何とかできる。パパを信じろ。はい。そういえばママは一緒じゃないんですか？まあ、この世界に来てから姿を見てない。アスナも巻き込まれてどっかで戦ってるのかな。もちろんこんなトラブルになんか巻き込まれてない方がいいんだけど。ママは遠くないところにいます。今の私はナビゲーション機能の多くを失っていますけど、それでも感じることができます。そっか、信じるよ。だったらなおさら俺たちはくじけず前に進まないとな。アスナにちゃんと胸張って会えるように。けども行けどもずっと森ですね。そうね、現実世界なら歩いていればいずれはどこかにたどり着くんでしょうけど、この世界ではそういう常識が通用しないと考えた方がいい。特定の条件を満たさないと脱出できない可能性はあるだろうね。ああ、35層の迷いの森みたいにですね。で、この木につけた目印
さっきも見たわけなんだけどさ、ループ確定ね。ふん。ならば次は各方角についてどの程度歩けばループするのか調べてみようか。東西南北のループを確認。やはりただ前に進むだけでは永久に抜け出せなさそうですね。ずっと変わり映えしない景色だから、下手したらループに気づかないまま永遠に歩かされるんだろうな。陰湿な作りになってんね。アインクラッドのギミックって全部茅場明彦がデザインしてるのかね。だとしたら相当性格悪いぜ。それは間違いないね。他人が苦しむ姿を見て楽しむような人格破綻者だ、絶対。まあそれはさておき、この状況に我々はどう対応するべきだろうか。何か意見はあるかね。キリト君ならどうするかな。足を止めて考え込むより行動することで活路を開こうと考えそう。私がそれをサポートするうち解決策が見えてきて、そうやってうまくやってきたんだよね。キリト君、今どこでどうしてるかな。アスナ君。あ、はい、そうですね。このマップ迷いやすい構造になってはいますが、そこまで広いものではなさそうです。限られた範囲の中に十字路が複数あり、直線的に進めばループする。であればおそらく進み方に正解があるのではないかと。まあ正しい道順たどらないとループし続けるマップとか RPG じゃ定番だもんな。進み方のパターンをしらみつぶしに調べていくのが結局は一番の早道になるかと思います。なるほど、筋は通っている。僕も異論ありません。では一つ一つ試していくとしてどうしましょう。手分けしますか。その方が早そうですけど。はぐれてしまうリスクが大きいと思うわ。モンスターに襲われた時も対処しにくい。多少時間がかかっても全員で固まっていた方がいいでしょう。慌てず焦らずというわけだね。小次郎君もそれで構わないかな。もう少し付き合わせることになってしまうが。問題ないよ。あんたたちと一緒の方がどう考えても安全だし。よろしい、では進もうか。了解。しかしいいチームワークだね、血明騎士団。ビシッと統制が取れててさ。私もチーム組むことあるけど、だいたい誰かが暴走したり裏切ったりで大騒ぎになるんだよな。でもそれはそれで賑やかで楽しそうじゃない。私も普段のパーティーなら。普段、普段っていつのこと。アスナ、どうした。いえ。あ、見覚えのないところに出ましたよ。どうやら抜けたかな。お弁当持っていこうかな。小次郎様が守ってやんよ。僕の力を見せますよ。いつも通り頼むよ、アスナ君。
発見したわ。Yeah!
が相手に甘えず
面倒な迷いの森は抜けたから、あとは進むだけだぜ。ただし周囲の警戒は怠らないようです。了解しました、団長。ミッションを開始する。敵を発見したわ。よし、スタート。そう、食らってみろ。使ってみろ。いいよ。
ここの敵を全滅させるわ。私が相手にした。せいや、私が相手にした。やっ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 た。やロードだ。筋肉系か。
飛ばすんじゃないのか。中の仕掛けがあるのか。やっと。やっと。せと。ふん。さ。これで一気に決める。せ。クリアだな。先へ進もう。